My name is Ben Johnson. Do not use dope. オリンピックを担当する桜田大臣が国会で自分では読んでいないと答弁して話題になったオリンピック憲章。そこで掲げられた理想と近年の現実にはどんな乖離があるのでしょうか。オリンピック憲章は今から100年近く前、IOC の総会で制定されました。スポーツを通して平和でより良い世界を実現するという近代オリンピックを提唱したクーベルタン男爵の理想が盛り込まれています。オリンピック競技は個人や団体種目での選手間の競争であり、国家間の競争ではないとも明記されています。しかし実際にはメダルが国威発揚の象徴とされ、勝利至上主義の弊害であるドーピングの問題は今も後を絶ちません。また応援する気持ちが強すぎるあまり、自国のメダルの数を過剰に煽る報道にも問題があると言えそうです。